見える開開花花メルマガこんにちは一般世代法人 GP の村松大輔ですす今日はででね意識で病気が治ると本当かよと思うんですが、実はですね私たちの細胞ってものすごい多いことやっていて、周りの環境情報とですねバイオフォトン、フォトンの振動数のやり取りをし合いながら、私たちの細胞が周りの環境からの情報をもらって DNA のスイッチのオンをしていると。 だから自分がどういう、ね、フォトンを飛ばすかとか、周りがどういう環境情報を持っているかということもすごく重要だというところから、ですね、実は意識で病気が治ってますよというところを何個かお話をさせていただければと思います。では、画面の共有に入ります。意識で病気が治るのかというところで、ですね、遺伝子の最先端の考え方、エピジェネティクスですね。 こちらはですね、以前もお話しさせてもらっていたところなんですが、ブルース・リプトンさん、非常にこう面白い方ですね、結構もうお年なんですけども、この方がですね、あのアメリカのですウ、ね、ィスコンシン大学とかですね、スタンフォード大学の医学部でも教えられている方なんですが、その方がおっしゃっているのは、細胞の状態っていうのは、細胞を取り巻く物質的、エネルギー的な環境によって決まるので、遺伝子が決定するのではないと、親がこうだからしょうがないんだではないっていうんですね。 環境こそが細胞の生命のあり方を左右するとで。皆さんの人生も環境からのシグナル、電磁情報なんですけども、に私たちがどのように反応するかによって決まると。えー、シグナル、この本の中にですね、思考のすごい力、リプトンさんの書かれている本の中に、シグナルが電磁情報ってあるんですが、電磁情報イコールフォトンのことです。フォトンによって私たちがどのように反応するかによって人生も決まりますよ。 で、実際に一つ一つの細胞、これ細胞です。で、えー、細胞核があって、この中に DNA があります。で、この細胞の膜のところにアンテナがありますと。自己レセプターっていうアンテナがいっぱいありますよ。で、人それぞれ何ヘルツを受信するかが違うっていうんですね。で、周りからの電磁情報イコールフォトンの情報があります。そのフォトン情報をもらい受けて、 ヘルツっていう周波数をもらい受けたら DNA がスイッチがオンになってそうなっていくといつもこう怒鳴られているとその怒鳴られている周波数を受けてその怖いっていう恐怖をどんどんオンにするような感じでいつも安心穏やかな周波数をもらっているとどん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 この安心穏やかっていうふうになっていくというような感じですでこの私たちっていうのは環境にある電磁情報をですねダウンロードしてるで日本人の場合こう37兆 の細胞があると言われていますで。その37兆個、それぞれがこの,この個人だったら個人でこう同じアンテナを持ってると、A さんだったらこう、B さんだったらこうっていうふうに、それぞれ、えー、自己レセプターが違うという形です。で、リプトンさんがですね、遺伝子っていうのは分子でできた、まあ、DNA ですね、分子でできた単なる設計図で、細胞とか組織とか器官を作るときに参考に行く。 図面に過ぎなくって、で、遺伝子のスイッチをオンにするのは、環境からの信号であって、遺伝子自体がですね、自分自身でスイッチ、周りの環境に関係なく、自分でスイッチオン,オ,ンオフを入れる、えー得、入れる能力があるわけじゃないというんですね。っていうのが、本当にこう新しい考え方で、環境によりますよ、環境のバイオフォトンの周波数によりますよっていうのが、リプト博士が、えー、いろんな研究でですね、こう解明されているところ。 で,すで、その細胞のところをまとめていくと、環境のフォトンが重要ですよ、周りがどんなトンを飛び交ってますか、あと、2つ目がすごく重要で、自分の意識飛ばしますと、周りの環境が悪すぎるからもうダメかというと、周りの環境が悪すぎても、すごくこう大成功されている方々もいらっしゃいます。で、それが、 その今世界的に活躍されている方とか歴史上の方でも環境育ちがすごく大変だったからこそ自分がどういうあり方でいようかと自分の飛ばすフォトンによっても自分の環境を作るのでそうやって自分のオンオフが決まってきますよということなんですねでここからがご病気の話になるんですがえー、ベイラー イカ大学アメリカのニューイングランド、ニューイングランドですね、のところのですね、ベイラー医科大学での研究なんですが、膝が痛い、でも歩けないぐらいの方々の患者さんをですね、よくこういう実験実験というか、ね、なや,やったなと思うんですけど、患者さん,者さんが何人かというのは書いてなかったんですけども、3つのグループに分けて、A グループは痛んだ膝 の軟骨を削る手術をした後でリハビリをやったと。B グループは膝関節をまあ開けてですね、洗って炎症の物質を除去した後リハビリをしたと。この1番、2番、A と B は通常やる手術らしいんですね。で、C のグループはなんと偽の手術をしたと。で患者さんには全く言わないで、偽嘘嘘,嘘ですよって言わないでですね、本当にこう手術をすると。全身麻酔をかけて。 膝を開けて、本物の手術と同じように振る舞って喋りながら、でも中は何もいじらずに、この洗ってるふりをするためにですね、食塩素を流して、じゃあ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 ってやって、塗ってで、40分の手術をしてから、同じ A、B、A チーム、B チームと同じようにリハビリをしたらしいんですね。で、まあよくこうやっちゃったなと思うんですが、で、その結果ですね、A と B はまあ普通に治って、大体の人治りますと。で、なんと。 C グループの人たちも A と B と同じような治療効果があった。この痛みのもとを何もしてない、ただ食塩水で濡らしただけだっていうんですけどで、C グループの中でも杖なしで歩けなかった人がバスケットをできるレベル、今までになっちゃったと。で、この C グループの人たちも自分たちが偽物の手術をされたということを2年間知らされなかったっていうんですね。本当にこう手術をされたと。塗った、塗った跡があるしと、リハビリをしたしと。 っていうふうに、これ何が言いたいかというと、もう思い込みなんですね。あ手術してもらって、もう大丈夫だってなって、リハビリ頑張るぞっていう意識、環境、自分が飛ばす意識で、フォトン飛ばして、で、そうすると、そのフォトン情報でスイッチがオンになります。まあ、お医者さんからも、もう大丈夫ですから、こうやったから治ってますからっていうふうに言って、リハビリ頑張ろうみたいになってですね。ちょっと DNA の設置がオンになって、物質がけじゃなくて、意識をいじったんですね。バイオフォトンの振動数をいじったから、その意識から物質化現象が起こるから、量子レベルで見たら当たり前のことをやるんですね。量子レベルではエネルギーが周波数があってから物質化現象が起こるから、素粒子君から見れば当たり前なんですが、これを人間のマインドをこの、その素粒子君の周波数帯を動かすために、 あ、治ったんだ。お医者さんがこうやってくれたから大丈夫だ。よし、リハビリ頑張ろうって自分でやっていこうっていうフォトン情報になったら、膝が治っちゃうと。痛みを、痛みの元を除去してないの。なんですね。これを何というかというと、プラシーボですね。プラシーボインファイクと、このプラシーボ効果、まあ、偽薬、薬のことを言うんですけども、シュガーピルってこう砂糖玉をですね、 これも最新の薬ですよ、みたいになって、こうやるんですね。で、もう一件、薬に関しては、うつです。アメリカの保健社会福祉省って障害のらしいんですけども、そこでの出た結果らしいんですが、重度のうつ病患者さんたちに対して、A、B、2チームに分けて、普通の人たちは、ちゃんと抗うつ剤を <coughs> 渡しますと、で、飲んでもらいました。ただ、 回復したのが半分でしたと。で、B のグループの人たちに、プラシーボ、偽薬、嘘っ子の、まあ、砂糖玉かなんかわかんないんですけど、をあげたと。で、これ、抗う,うつでも最新の薬ですよって言って飲んでもらったら、3分の2の人たちが、うつから復活したと言うんですね。回復したと言うんですよ。で、さらに、あまあ、抗うつ業界がですね、市場が82億ドルなので、なかなかこう、なんていうのかな。 メンタルで治るんですよって持ってきたくないんかもしれない、そういう力が働いてるかもしれないんですけども、30年間うつだった人も、プラシーボのこのうそっこの薬でうつから解放されて、でしかもですよ、自分の思い込みで、あこれで治るんだって思って、で前頭葉、その感受性を豊かにするとかですね、情、え、緒、ー、の部分のところが、すごく大幅な活発化も見られたというんですね、っていう論文が出てます。 何が言いたいかというと、あ、これで治るんだっていうトンで、自分の環境の電磁フィールド、バイオフォトの情報が出来上がって、で、自分の DNA のスイッチがオンになって、で、前頭葉まで活発,活発になっていくというふうになっていくるんですね。だから、本当に自分がどう思い込むかが重要で,で、プラシーボの反対をノンシーボって言うんですけど、もう余命半年ですよって言われて、ああ、もう死んじゃうんだと思って、 自分の細胞をどんどん壊していく側に働いてしまうというのをあのプラシーボいい方に持っていく嘘ではなく、まあ、間違って誤信かもしれないですけどノンシーボっていうふうにこの悪い情報によって悪くなっていっちゃうっていう形ですねがありますまとめるとですね心が変化すると自分が発信するバイオフォトンの周,周波数が変化する、まあ、心が変化するイコールそのまんま バイオフォトンの周波数が変化したことを心が変化するって言うんですけども、そうすると、自分の周りの環境情報、バイオフォトン情報が変わります。で、変わると、その情報からもらい受けで自分の全身の全細胞の DNA のスイッチがオンになります。そうすると、次に作る細胞がどんどん変わってきます。いい細胞になってきます。で、それがイコール細胞が臓器を作るので、胃とか心臓とか、喉とかですね、えー、食道とか作ってます。ので、体に影響が現れるので、 自分の意識が一番大事ですよ。大丈夫だよ。で、まあ、恐怖を味わったら怖かったよねって、この自分の恐怖も拾ってあげることですね。恐怖を押し殺して、大丈夫、大丈夫って気合でやると、恐怖もまた押し殺されてしまうので、この自分のいろんな感情に大丈夫だよって愛をかけてあげながら、あ、治るんだ、大丈夫だ、あ健康なんじゃんっていう、健康の方向に意識を向けていっていただければと思います。 えー、そのようなですね、この DNA がどんだけ素晴らしいかっていうところもですね、えー、次またどこかでお話しさせていただければと思います、えー。ブルース・リプトンさんの内容、非常に面白いので、よかったらですね、読んでいただければと思います。でその内容がですね、こっちの、こっち、<laughs> これの思考のすごい力っていうものとですね、もう一個が、 え思考のパワーということですね。これも非常にこう面白い。昨日もずっと読んでてですね。えー、となんだっけなインデックスこっちこっちここだな。ここ。インデックスも結構つくんですけども、非常に内容が面白いので、えー、ぜひ読んでいっていただければと思います。えー、関連のアートですね。まあ、リプトンさんの日本語の YouTube 出てるかわかんないんですけど、非常にこう表現が面白くてですね、えー、もう75歳、6歳。 1944年なので76歳ですか。もう年配なんですが、非常にこうユーモアにあふれてですねで、地球をより良くしていこうと、まあ、事故で一回死んだような状態になって戻ってきてですね、から本当にこうど,んどんどん活躍されているので、えー、まあ,ある意味あちらの成果を知ってるんじゃないかなと思うんですが、えー、ぜひリプトンさんの本もですね読んでいていただければと思います。関連動画はですねこちら見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では 今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。